今週スタートした阿部豊主演のドラマ、ドラゴン桜、TBSK、阿部扮する元暴走族の弁護士が、低偏差値の高校を、すす学校に生まれ変わらせる、という人気ドラマシリーズが、初めて放送されたのは05年、今つくは、その16年後を描いた続編だ。阿部はもちろん、東大を目指す生徒役だった長澤まさみも、大人として出演しているのも、大きな話題になっている。だが4月25日に放送された第1話で、阿部や長澤よりも話題をさらったのは佐栄子だろう。16年前、落ちこぼれ生徒の一人として出演していた佐栄子が、何の事前告知もなく登場したのだ。このサプライズに SNS には多くの声が寄せられたのだが、それもそのはず。彼女は今や芸能界きってのカリスマインフルエンサーですからね。今更テレビに出る必要なんてないくらいのスポーツ指揮者。公式 YouTube チャンネルの登録者数は22万人、インスタグラムは162万人ものフォロワーを抱えている。ファンのほとんどは、佐栄子さんと同世代の女性。彼女のファッションや美容テクはもちろん、気取らないライフスタイルも支持されています。シングルマザーとして、二人の子供との時間を大事にしながら、仕事やボランティア活動にも全力投球する生き方に、みんな憧れているんですよ。女性誌編集者。昨年4月、所属事務所から独立すると、その発信力を活かして実業家としても本格的に活動をスタートさせる、自身のアパレルブランドを立ち上げただけでなく、栃木県内にあった広大な牧場を買い取り、牧場経営に乗り出した。最初は地元の人間も、本気でやりっこない。どうせ芸能人の話題作りでしょ、なんて冷ややかな目で見ていたんだけれどね。東京からこっちに住民票まで移して、本当に本人が頑張っているもんだから、少しずつ、協力したいっていう人が増えてね。寂れ切っていた牧場が、今では週末になると、観光客の車で駐車場はいっぱいだもん。大したもんですよ、牧場関係者。だが、その牧場経営に夢中になる少し前、彼女は、禁断の恋に夢中になっていた、あろうことか、未成年の男子と極秘交際していたというのだ。出来婚したメジャーリーガー、ダルビッシュ有をはじめ、おいで圭介、実業家の前澤友尽氏らと浮き名を流してきた。恋多き女とはいえ、相手が未成年とは、にわかには信じがたいが、その関係を知る数少ない知人が語る。相手はアーティストの YOSHI 君です。当時、彼はまだ17歳で。YOSHI、モデル、歌手、そして俳優としてマルチな才能を見せている超新星アーティストだ。19年、ほぼ無名&演技未経験だったにもかかわらず、映画、太郎のバカで主演に大抜擢。しかも神田正樹、中野太賀という超売れっ子俳優を脇に従えてだ。須永さんは YOSHI さんを大絶賛。彼に、すごい大物になる。この才能を生かすも殺すも俺ら次第とまで言わしめるほどでした。前で、スポーツ指揮者。ただ、その才能よりも自由奔放な言動の方が話題になることが多かった。その映画の完成披露記者会見では、
先輩の神田さんや中野さん、映画監督にまで、タメ口で大騒ぎしっぱなし、取材陣を呆れさせました。バラエティ番組に出演した際には、初対面の明石家さんまさんを、さんちゃん呼ばわり、あろうことか、館長までしちゃって、苦笑。出演後、何様、礼儀知らず、生意気で深いと大炎上していましたね。そうそう、ドリカムを怒らせたなんて報道もありましたっけ。どう、スポーツ指揮者。そんな外野の声など、どこ吹く風とばかりには、OSHI は一気にブレーク。カロリーメイトや、パナソニックのワイヤレスイヤホンの CM に出演したかと思えば、週刊誌、AERA の表紙も飾って、ヨウジヤマモトカルバン、クラインといった世界的ファッションブランドのビジュアルモデルにまで抜擢されたんです。広告業界関係者。